西郷隆盛と愛花の長男の菊次郎と、一人娘の菊草の人生。西郷隆盛は、生涯三人の妻をめ取りました。一人目は菅、二人目は愛花、三人目が糸です。一人目の妻である菅との間には、子供はいない。西郷隆盛の最初の妻は、西郷隆盛の家よりも、架空への移住院菅という女性で、西郷隆盛が一目惚れで結婚したと言われています。 結婚して、すぐに、高森の祖父、父親、母親が亡くなり、西郷高森自身も、薩摩藩主の島津斉明に抜擢され、江戸での勤務を命じられたため、菅は、薩摩に一人で残り、西郷家の5人の姉弟たちの面倒を見なければならなくなりました。菅にとって、結婚生活は、あまりいいものではなく、体調不良で実家に戻り、離婚をしたという説があります。結局 西郷隆盛と菅の結婚は2年ほどで終わりを迎えます。二人目の妻である愛香奈との間には一難一条を設ける。安政の大国で幕府から追われる身になった西郷隆盛は、薩摩藩から命じられ奄美大島で暮らすことになります。そこで出会ったのが二人目の妻である愛香です。薩摩藩では、領内の島に滞在する場合、制裁の他に、 安吾と呼ばれる妻をめとってもいいという繁法がありました。安吾である愛香と西郷隆盛の間には、二人の子供が生まれました。西郷隆盛は菊を愛し、男の子は菊次郎、女の子は菊草と名付けました。薩摩藩の安吾制度により、愛香を奄美大島から連れ帰ることができなかったため、二度目の結婚も長くは続きませんでした。 三人目の妻である糸との間には三男を設ける。西郷隆盛の三人目の妻であり、最後の妻となったのは岩山糸、糸子と,という女性でした。西郷隆盛が二回の離婚歴があるのに対し、糸も一回離婚をしたことがありました。結婚後も、西郷隆盛は、ほとんど鹿児島にいなかったため、大家族である西郷家を支えていたのは糸でした。西郷隆盛と糸の間には、 三人の子供が生まれ、その後、天見大島の愛かなの子供、菊次郎も引き取り、糸は、四人を、分け隔てなく育てたと言われています。西郷隆盛の長男の菊次郎の人生。西郷隆盛の息子である西郷菊次郎は、西郷隆盛が天見大島で生活していた時に、愛かなとの間に生まれました。本来は長男になりますが、愛かが暗号だったため、戸籍上の長男は、 糸との間にに生ままれた虎太郎になります奄美大島で西郷隆盛と暮らしたのは2年ほどでしたが、後に8歳の時に鹿児島の西郷家に引き取られ、糸に育てられます。1872年、明治5年、12歳になった菊次郎はアメリカへ留学します。しかし、そんな学生生活も2年6ヶ月が過ぎた1874年、明治7年、 帰国命令が出されて、突如終わってしまいます。財政緊縮のため、政府が留学生を呼び戻したのでした。前途揚々たる将来が開ける。そう思っていたであろう菊次郎に、さらに突きつけられた厳しい現実は、政官論で敗れ、薩摩逃げやした父の姿でした。そして、運命の明治10年、1877年、がやってきます。 西郷が明治政府相手に放棄した西南戦争です。この戦いに、菊次郎も父と共に戦いますが、延岡、和田越えの戦闘にて、あえなく右足に被弾。当時は、手足に銃弾を受け、弾丸を摘出することは少なく、餌を避けるために切断、それが一般的な処置でした。それも、ろくに麻酔処置も施されないまま切断するのですから、実に恐ろしい状況であり。 菊次郎の場合もまたそうでした。菊次郎は、右足の膝から下を切断することになります。まだ20歳にも満たない青年にとって、その辛さたるや、想像にかくないでしょう。右足を失って移動もままならなくなり、西郷家の使用人、熊吉に付き添われて、なんとか俵野にまで移動できるというありさが。結局、地元住民の家で療養することになります。そんな彼のもとに、 父の西郷が訪ねてきました。すでに、この時、西郷は、軍服を燃やし、愛犬を解き放っていました。最後の時を覚悟していたのです。菊次郎、おはんは、白旗を掲げて降伏するというか、殺されることはなか。おいは、這いつくばってでも、父上についていきます。菊次郎は、父を追いかけようとしますが、右足が切断された状態では、 思うように動けません這いずりまり、身動きできなくなったところを、熊吉に助けられました。そして、菊次郎は、叔父である最後を嗣道に降伏することになったのです。つ道は、兄の忘れがたみである、老いの菊次郎を見ると、大いに喜びました。聞く、聞く。おはんだけでん、生きていてよかった。熊吉、礼を言うでな。そして、 明治10年1877年9月24日、西郷隆盛は自陣します。去年49、永遠に別れることとなりました。西南戦争で西郷隆盛が亡くなった後、西郷菊次郎は奄美大島に戻って、数年間、実母の愛かなと暮らした後、外務省に入省するために東京へ向かいます。留学経験のあった西郷次郎は、入省後、 米国公使館などで働きました。日清戦争後には日本の領土になった台湾に4年半赴任し、義蘭市町長,長として義蘭市の繁栄のために尽力しました。農業や産業の奨励、土木工事等さまざまな功績を残すのです。菊次郎は特に河川工事に力を入れました。義蘭市を流れる義蘭川は人々の生活を潤す水源ではあるのですが、 毎年のように氾濫、市民生活を脅かしていました。そこで、菊次郎は、拒否を投じて17ヶ月もかけ、ギラン川に堤防を作ったのです。おかげで、ギランの市民は水害から守られるようになりました。この堤防は、100年を過ぎた今でも残っていて、西郷菊次郎へ尊敬を表す石碑が堤防に建てられています。京都市長、在任期間は、約7年間に、 およびこの期間に京都100年の体系として京都市三大事業第2琵琶湖疎水第2疎水改作上水道整備道路拡築区よび支電布設を推進しました巨額を要する三大事業の財源が大きな困難として立ちはだかったのですが1909年明治42年6月に三井銀行の協力を取り付けてフランスパリの新事経と引き受けで 4, 万フランの外債を発行して資金を調達したのです。1911年、明治44年、右足後遺症の予病を理由に京都市長を辞職。その多大な功績により、慰労金を京都市の申し出により受け取ることになりますが、それを元手に京都市へ寄付したり、人材育成や地域貢献のための活動資金としました。市長辞任後、鹿児島県に帰郷し、その後、 島付管理の山賀の金山工業館長になったものの、健康が回復せず、1920年、大正9年、二次職。1928年、昭和3年、11月27日に、鹿児島市薬師町の自宅で、心臓麻痺により、この世を去りました。去年68、万67歳没。最後のこの中では、2番目の長寿でした。 一人娘の菊草、菊子の人生。西郷隆盛の長女である菊草は、西郷隆盛が、奄美大島から鹿児島に戻る時は、まだ、愛かなのお腹の中でした。12歳まで母である愛かなと一緒に生活をして、その後、鹿児島の西郷家に引き取られます。鹿児島に引き取られてからは、島の生活とは何もかも異なり、相当の苦労をしたと言われています。 明治9年10月14歳の時に父である西郷隆盛のいとこである大山聖之助と婚約をした菊草ですが明治10年2月17日に西南戦争が始まったために兄西郷菊次郎と婚約者の大山聖之助も出陣しました西南戦争では兄の西郷隆盛は反政府の立場であったのに対して弟の西郷嗣道は政府側また兄の大山岩巌は 政府側の立場であったのに対して弟の大山清之助は反政府側大山清之助は西郷隆盛の側につき小隊長として西南戦争を戦います西南戦争終了後大山清之助は捕らえられ宮城県監獄所に収監されてしまいます大山清之助が釈放されたのは約3年後の1879年明治12年で 翌年1880年、明治13年の2月12日に、17歳の菊草と30歳の大山清之助は、ようやく結婚をします。大山清之助と結婚してからは、大山菊子と名前を変えました。菊子と大山清之助の間には、米子、慶吉、綱則、冬子という4人の子供がいました。大山清之助は、釈放されたとはいえ、 兄の大山巌と比較すると境遇は雲命の差です。そのためかどうかは分かりませんが、その後は就職することもなく、酒ばかり飲み、生活は兄などに面倒を見てもらうという始末です。大山清之助は金銭にだらしなく、兄である大山巌の名声を利用して借金を重ねていました。また、家庭内暴力で、菊子はかなり苦労したそうです。 1893年、明治26年1月5日には、兄である大山岩尾が、西郷菊次郎宛に、実弟西郷清之助がまた、不始末を起こして面目ないと、記しています。その後、大山岩尾は、西郷隆盛の妹、大山康子、大山岩尾の兄嫁らと相談して、大山清之助の借金返済のため、鹿児島の大山家を処分しました。 大山清之助と菊子の家族は東京に引っ越し、子供たちは大山岩を山川捨松夫妻に引き取られることになったのです。一方、1902年、明治35年8月27日に雨の降る中で、畑仕事の最中に倒れ、愛香奈は65歳で亡くなりました。台湾に赴任していた西郷菊次郎は、電報を受けて、葬式に駆けつけています。しかし、大山菊子は、 12歳で天見美氏まで別れて以来、一度も母に会うことはありませんでした。1907年、明治40年頃、頃やっと清之助と別居することができた菊子は、京都市長をしていた兄の菊次郎に身を寄せることになりました。4人の子供のうち、次男、綱則、次女、冬子が、京都の屋敷内に身を寄せて生活します。長女、米子、長男、慶吉は、 大山誠之助ののに残ししての別居でした2年後の1910年、明治42年、9月6日、大山菊子は京都で亡くなりました。去年47歳。墓は東京都杉並区の大園寺。1910年、明治42年、9月9日の盛大な葬儀には、東京から義母の糸、大山捨松、大山岩尾の妻、鹿児島から 夫の大山清之助、有馬邦子、大山岩尾の姉、西郷を待つ、父の抜手、い、小平の妻が駆けつけました。大山喜久子の死後、菊次郎は、長野金山館長、鹿児島として赴任するため、兄弟4人は、東京の大山岩尾邸に引き取られます。清之助は、大山岩尾邸の敷地内に家を建ててもらった息子の景気自宅に転がり込み、 1915年大正4年7月16日65歳で亡くなります夫の家庭内暴力に苦しんだキクコでしたが最後は兄の下で平穏な日々であったと思われます2018年には大山キクコの写真が発見されています大山キクコ44歳西郷菊次郎45歳頃と見られています